小型船舶検査機構というところのね、広島支部に来てます。おそらくね、中で手続きの様子っていうのは多分撮影できないとか、まあ私もね許可取ってないんで、とりあえず今は船の手続きちょっといろいろ行ってきますね。ということでちょっと行ってきます。今とりあえず検査機構の方でいろいろ小手続きというかね、書き物が終わったところなんですよ。でお金払おうとしたらなんかね、郵便局で振り込みでやってくれっていうことで、とりあえずね、郵便局来たのでちょっとね、振り込みやってきます。ということで今ね、一旦こちら宇品の郵便局の方で払い込みが終わったんで、もう一回ね、検査機構の方に帰って払いましたよっていう証明を出して、いろいろな登録事項の完了というところで、そのまま払えないんですね。ちょっとめんどくさいけど、まあでもね、仕方ない、決まりだからね、もう仕方ないです。はい、とりあえずね、今ね、小型船舶機構でいろいろとね、所作が終わってきて、いろいろこう書類のね、手続き環境うんぬんとやってきたんですけど、これ正直言って船屋さん、ボート屋さんに代行された方が断然いいと思います。まずポイントとしては、一つ平日しかやってないっていうところと、時間もね当然限られてる、確かね17時までの受付だったと思うので、でそれがもう一つね。であとはいろいろとめんどくさい、慣れるまでは、例えばあの書類取り寄せて、これに書いて、ここにハンコをしてとかになるんで、まあめんどくさいんで、正直ね、お店屋さんにこれよろしくねってお願いしといて1万円で済むんだったら安いんじゃねえかなと逆に思いました。登録系、まあこの船に限らずなんですけど、いろいろとね、こう、お作法があって慣れるまでは大変ですよ。というところで、一旦準備して、深夜に向けてね、体制を整えて、また、行きますよ。はい、こんばんは。昼間にね、いろいろと手続きを終わらせてから、まあ、少し準備して仮眠を取って、今深夜の1時50分。お、来たかな。竿ある。竿持ってきます。ライトパック持ってった方がいい。まああって時間があれば、まあ、使わないだけじゃけんね。よし、ということで今横でシーヤ君と合流したんで、陸地島に向けて出発します。フライヤースプリットリングと、あと打ち抜きリング、これなんかね、フライヤーなくしちゃって、ずっとダイワのやつを愛用して使ってたんですけど、まあ、今回スミスにしてみました。道具レビューというか、まあ、道具のおすすめかなんかも取れたらいいなと思ってるんですけど、よし、とりあえずじゃあ買い物も終わったんで、生口島の方に行ってきます。はい、ちゅうことで一旦今ね、目的地まで着いたんですけど、まあ、せっかく生口島に来たんで、ライトリグね、メバルとかアジ、ガシラ、あの辺をちょっとやって、待ち合わせにね、挑もうかと思います。ちょっとね、暗がりでごめんなさい、明かりがもうそこしかなくって、で今夜遅いんでちっちゃい声で喋るんですけど、とりあえず今ねつけてるのがこれ、ライトリグのオフトのスクリューテールグラブの2インチかな。これジグヘッドが、ティクトの早掛けだったかな、 0.8g で 0.8 なんですけど、これゆっくり落ちるのが特徴なので、操作感はすごく得やすいです。でタックル自体ルビアスの 2004H と、竿がオフトの、MG プラス、もうほとんど潮が止まっちゃってるんで、今下げ8分くらいなので、縦ストで根魚ガシラをね狙っていこうと思います。ちょっとキャスト前にね、こうやってドラグだけしっかり調整してやって、ちなみにラインがね今フロロの 0.4 なんで、ドラグはねきつめにやっちゃうとすぐ切れちゃう。じゃあ行きます。今着水したらライン送っていって、ボトムにつけてやって、早いなやっぱり。だいぶ早いね。
だいぶねこのポイント今潮の流れが速くて、今釣り場に対して見てたら右から左側に 1.5 ノットくらいで流れてるようなんで、潮紙にキャストして、で潮に乗せてボトムに落としていく。で潮に乗ってる分だけこうやって巻いてやって、今着底しましたね。ボトムの海藻の上にジグヘッドを乗せて、こんな感じ。今すっぽ抜けましたね。今はこれを海藻の上に乗せて、で少しほぐしながら少し上げて、また塩に乗せて落とす、こういう釣り方をずっとやって、塩に乗せてずっと落としていく。糸ふけ分だけ巻いてやる。クーラー1個でいいよね。いいですよ、ね、はい、今あの同時並行で Vlog も撮っていってるんで、うん、まあ、ちょっと改めて今日よろしくお願いします。こちらこそ教えてもらわない。いえ、とんでもないで、ちなみに今日乗せていただく船これで、船長の和田さん、こんにちは。実はねこれね同じ防寒お揃いでね、打ち合わせしたわけじゃないですよね。ね、上ジョボゲ一緒っていう。やばいね。そんな感じなんだ。そうなんですよ。俺のこれサイズでかいのよ。シーズンの終わりにセールで買ったから。僕ももっと120キロある時に買ったやつなんで、うん、だいぶでかいです。今回はこれ。やっぱり未だに UF って人気があるんで、やっぱ価格も今落ち着いてきてて、で性能も良くって手が出しやすいし扱いもしやすいしっていう。でちなみにこれやり付けのいってこいなんで、ロープがこれループしてるんですよ。だからここで引っ張るとピューッと寄ってくるし、反対側引っ張るとシューッと奥に行く、そんな状態です。じゃあ、このね UF21 の動画は本編で、今あそこでねシーヤ君が撮ってくれてるんで、また本編の方もねぜひ見ていってください。めっちゃ滑るわ。